2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技は2010年カナダ開催の2010年バンクーバーオリンピック競技会にて実施されたフィギュアスケートの国際競技会である2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技は国際オリンピック委員会の統括の下で国際スケート連盟が管理進行しカナダバンクーバーのパシフィックコロシアムにて男子シングル 女子シングル、ペア及びアイスダンスの4種目が実施された。アイスダンス種目で、カナダのテッサ・バーチュ、スコット・モヤグ組が優勝し、この種目で初めて、ヨーロッパ以外からの金メダリストとなった。他種目でもヨーロッパ選手の金メダル獲得はなく、女子シングルでは事実上の優勝を争いとなる、最終滑走グループに入らなかった。アジア各国からのメダリストが、 全12組15組を占め、新雪、キ、超広志博組が、ペア種目の金メダルを、高橋大輔が、男子シングル種目のメダルを初めてアジアにもたらした。また新雪、キ、超広志博組、女子シングルの金剣地後は、それぞれ中国、韓国にフィギュアスケート競技初めての金メダルを、もたらした。アフリカ、南アメリカからは、事前の予選大会への出場に止まり、 本大会進出はなかった。継続記録においては、旧ソ連時代から続き前回再開催会のアイスダンス種目でメダルを獲得しているロシアが、今大会でも記録を継続させた。一方で、ペア種目連覇記録は12で終了し、また全種目において、金メダルを獲得できなかったのは1960年、スコーバレーオリンピック以来14大会ぶりとなった。また、アメリカが、 女子シングル種目で1964年インスブルックオリンピック以来13大会ぶりのメダルなしに終わった。出場枠が各国に対して与えられ、出場選手は各国により選出された。各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は2009年3月に開催された世界フィギュアスケート選手権及び2009年10月に、 開催された2009年ネーベルホールン杯の成績により1の資産と決められた。なお、各種目ごとに選手定員が定められており、上記大会で成績界の国には出場枠が与えられていない。世界選手権の成績により、今大会の女子シングルに2枠の出場権を得たグルジアとスイスは、それぞれ1枠分を返上した。 これらはネーベルホルンハイの成績で決められた北結国に順次与えられたが、その中でイスラエルとチェコも出場を辞退し、最終的にウズベキスタンとオーストラリアが出場枠を得た。アイスダンスに出場権を得たリトアニアは選手を出場させなかった。競技出場には2009年7月1日時点で15歳以上という年齢制限が課された。 ペア競技に出場したアリオナ・サフチェンコは、交互に実施される、ショートトラック競技とで理想とされる氷音が異なる、ことを指摘しつつ、ぬかるむような、おかしな感じと述べた。上記日程中、競技のない日には、ショートトラック競技と、フィギュアスケート競技の会場練習が行われた。詳細はそれぞれ以下を参照。AB 世界選手権で2つ。 出場枠を得たグルジアとスイスが後日それぞれ一枠分を返上し、これらはネーベルホルン杯の成績により他国に与えられた。コンスティテューションゼネラルレギュレーションズ2008ルール108からに、http でユーロスポート y a h o o トコム1 2 0 0 2 2 0 1 0 3 0ストイヤークリシジャートプリースライターらき、シュラフリーチャーらき、html ありがとうございます。